はあ、お前が指揮官？あたしはナナ、姉上の妹だ。この母校ってところ、なかなか賑わってるな。これからよろしく。おかえり。今日は散歩か運動にでも行こうぜ。体動かすと健康にいいしな。母校のみんな、お前のことが好きみたいだけど、だからって調子に乗るなよ。母校の雰囲気って、なんか寂しいよな。可愛い動物でいっぱいなら、もっと楽しくなると思うぞ。ここの動物にも会ってみたいな。あ、今から動物園に連れてってくれよ。おーい、指揮官。モモのことじろじろ見てるよな。もしかして、お前も大きい方がいいとか思ってるのか？指揮官って、私の前ではおとなしいよな。なんか怪しいな。やっぱもっとしっかり指揮官を見張るべきかもな。別に、お前のことなんか気になってねえよ！母校にも泳ぎ上手な子がたくさんいるんだな。特に E25 っていう子。耳が動物みたいで可愛いな。かわしたぜ。あたしのこと甘く見ないことだな。やめろって。あ？どうかしたか？サボってていいのか？まだ任務残ってるのに。任務報酬ってなんだ？なんだかゲームみたいだな。気になる。新しいメールが来てるぞ。私が確認しておいてやろうか？おかえり。で、お土産のお菓子は？指揮官って、そんなやつだったのかよ。指揮官って、頼りないかもな。やっぱちゃんと目を光らせておかないと。お疲れ様。今度は私が手伝ってやろうか？すげえな！あたしがついてるからな。安心しろ。へい、あたしに感謝しろよな。おい、どういうことだよ！くらえ！怒るぞ！